神戸大学の経営学部で教えてます小川と言います、えー、今日はあ経営学部、まあ、かっこ付きなんですけども経営かっこ小学部で学ぶことということについて、えー、テーマでお話したいと思いますよいしで今日お話しする内容はですね3部構成でしてだいたい一部10分強ぐらいの感じで話したらいいなと思っているんですが1、えー、つ目が経営学部 といいうう学学学部部部経済一文字しか違わないんですけれどもあの一体何が違うのかということですね受験生の方、まあ、経済学部行っても経営学部行っても一緒じゃないかっていうふうに思いがちなんですけどあの本当にそうだろうかっていうのが一つ目ですね。二つ目が、まあ、あのじゃあ経営学部って特徴としてはどういうところが特徴なのって、えー、よく聞かれるんですけども、まあ、あの今日はキーワードとしては会社の入り口にもっとも近いと。 とといいいうのをキーワーワドししてお話したいなと思いますこで、ね、3つ目は、まあ、文系の場合はとりわけあの法学部にこうなんですかねターゲットを絞ってる学生の方なんかは、まあ、司法試験を取って弁護士になるのかなみたいなイメージされてると思うんですけど経営学部の場合何かねそこ行ったら資格って取れるんですかというこういうご質問も結構あるのでこのあのそのことについてもお話ししていきたいなと思ってます。 1>, でえー、っと1つ目ですね、経営学部と経済学部の違いは何だろうかということなんですけども、えー、まずそもそも、経営学部と経済学部、大体一緒じゃないかと思ってる人、あのまあ,あの映ってませんけど、えー、ちょっと手挙げてもらいます一緒だ、一緒じゃないかなと思ってる人、お、あの約75%がですね。あ <laughs> の <laughs> えー、一緒じゃないかなと思ってるというわけなんですけど、まあ、結論から先に言いいまますすと全然違どう違うかっていうのをまあ説明しないといけないなと思うんですが、えー、一つ説明するのに、えー、分かりやすい例がですねこの,の先生、えー、フランスのお経済学の先生なんですけれども、えー、トマ・ピケティっていう先生で。 あの実はこの収録2015年にしてるんですけど2015年の初頭にですねあのこういう結構硬い本なんですけども「21世紀の資本」という本が翻訳で出ましてこれ爆発的にまああの日本でもあの売れましてで話題にもなったんですけどもそれ書いたピケティ先生なんですけどもまあこのピケティ先生がやってることとかここ書いてることっていうのは結構ねまあ経済学という分野のまあ非常に本質的な あの問題を取り上げてるんじゃないかなと思いまして紹介したいと思いますけれどもまああの非常にシンプルなことを言ってるわけでしてシンプルすぎてですねあの分かりにくいっていうのもあるんですけどもこの小っちゃい R ですね小文字の R の方が小っちゃい G 小文字の G よりも大きいということをこの本の中で言ってるんですけどもどういうことかっていうとえ左側がね資本収益率いう っていうあの、まあ、考え方の、えー、記号なんですで資本収益率で何っていうことなんですけどももうちょっと優しく言うとあの会社が発行している株とかねあとの不動産土地ですね、えー、っていうのをあの、まあ、買ってた時にですねあのその価値が上がってくると、まあ、あの売ったりするともともと買った株の値段よりも売る値段の方が高いとお金が入ってくるわけで。 そのお金をまた今度次の株を買うのに使うとまたさらにえその株が上がったりなんかするとまたお金増えていくわけで土地も同じで例えば西宮北いの近辺でえ土地を買ってでそれをですねなんかあの土地の値段が上がったからって言ってまあこう売るわけですね近くに原診官が来たから土地の値段が上がったというのでこう売るわけですねするとまた今度あのえそのお金でえどっか買おうと思って今度は えーそうですね、どこでもいいんですけれども宿側なんかに買ったりなんかしてで今度は宿側が、えー、また土地の値段が上がると、あのー、それを売るわけですね。という形でこうどんどん土地を買ったり売ったり株を買ったり売ったりしてるうちに、あのー、お金がどんどん膨れ上がっていくわけなんですけれどもそういう意味での株とか不動産とかのそういう資産っていうものの価値が、えー、上がっていく上がり方と、まあ、国民所得の成長率って書いてあるんですけれども。 もっとあの俗な言葉で言うと皆さんこれを比較した場合に株とか不動産などの価値の増え方の方が高いんだよということをこれまあすごいあの長い期間にわたるデータを世界中から集めてあの明らかにしたんですけどもこれ何,何やってるかっていうとですね要はその株とか 不動産とかっっててていううののを持持るっていうのはまあお金持ちなわけですよそれに対してこの給料もらっている人っていうのはまあ,あの私も含めてですね会社に勤めて月においくらもらうっていうそういう関係なんですね、まあ、従業員なんですけども、えー、そもそも株とか土地とかを持っている資産家って言われている人は、えー、普通の会社に勤めている人よりも速い速度で富を蓄積していくというわけですね。 その結果としてどうなるかっていうとあの富を蓄積しているっていいますかお金持ちはどんどんお金持ちになって、えー、平民はっていうかまあ普通の一般人はあのー、どんどんそのお金持ちとの差が空いていくということになるわけです。でそれはどういうふうな、あのー、考え方かっていうと経済学でいうと、まあ、格差っていう言葉があ一番的確だと思うんですけども要するにお金持ちと我々との間が、えー、だんだん空いていくと。でこれがまあ格差なんですけども 経済学っていうのはこれをあの非常に大きな問題だというふうに思ってまして、つまり、えー、よいしょ、これはあのね、二人とも多分ここにいらっしゃってる方は知らないと思いますけども、これ左側ね、アルフレッドマーシャルさんっていう、もう極めてあの経済学を勉強した後では知らない人はいないっていうぐらい有名なあのイギリスの、えー、経済学の先生なんです。で、この人がですね非常に有名な先生なんですけども。 このピグーっていうのがあのこの、えー、マーシャル先生のお弟子さんなんですけども、えー、ある日ですねこのピグーっていうこの人もすごく有名な、あのー、歴史に残る経済学者なんですけどもピグーに、えー、と経済学ってねどういうことをするかっていうことを学ぼうと思ったら、えー、ロンドンの貧民街ですね貧しい人たちがあ住んでいる場所に行きなさいと。で行ってみて、えー、考えることは何かっていうと。 ここの,その貧しい貧民街に住んでる人たちをより豊かな生活にするそういうことを考えるっていうのが経済学なんだよというふうにまあ教えたっていうんですねつまりさっきこう出しましたまああのお金持ちと我々一般人とこの間がどんどん空いていくっていうのはさっきのマーシャルさんからすると一番したくないことなんですね。貧貧民民街街に住む人たちはもうずっと貧民街でえそして えー、まあ自分でお金を稼いで、えー、お金持ちになった人もいますけれどもお父さんお母さんがそもそもお金持ちでそれをこうあのなんですかね譲ってもらって、えー、そういうふうにしている人の方がどんどんこうお金持ちになっていってでそういう環境にない人が普通に働いているとあの、まあ、お金持ちの方にはなれないというのはよくないので、えー、なんとかこの格差を解消すると。 いうことを考えるっていうのが、まあ、経済学なんだというわけです。えー、それに対して、じゃあ、経営学は何っていうことなんですがよいしょ。あの、経営学はですね、あのー、一言で言うと。会社のお医者さんだと思ってください。で、経済学は今お話し,しているみたいに、例えば。イギリスとか、日本とか、あるいは中国とか、そういったところの、まあ、格差の問題なんていうのは一番。 重要だと思ってるんですけども、そういう国の中での、えー、住んでいる人たちのその経済格差というのをいかにこう、えー、小さいものにしていくかということを考えるのが経済学だとしたら、経済学どっちかというと国に対するお医者さんだというのが多分、えー、例えとして分かりやすいと思うんです。それに対して、えー、経営学は会社に対するお医者さん。 なんだだと思ってくださいつまり会社の例えば調子が悪い時にはこういうふうにしたらあ前の調子に戻りますよとかこういうふうにしたらもっともっと成長できますよみたいなことを、えーまあ、提案するみたいなことをやるっていうのが経営学だというふうに思ってください。でそれをもうちょっとね別の表現で言うと経済学を使う人ってどういう人かっていうとこの人ですね。 あのこの動画が流れる頃にこの人が首相してるかどうかは分からないので <laughs> あのこの人って言っときますけども、えー、まあ安倍さんですけども安倍首相の立場に立って日本の中の,その不平等とか格差の問題を何とかしようということを学ぶっていうのが経済学なんですけども経営学はそういう格差の問題っていうのはどちらかというと受け入れていかに自分たちは あの貧民街から抜け出して、えー、お金持ちになるかあるいはお金持ちの人はいかにそのお金をもっと増やすかということを考えるあるいはもともとお金持ちだったのにだんだん貧乏になっていくと、えー、会社がね、えー、そういう時にどういうふうにしたら元に戻れるかあるいはもっといい会社になれるかということを考えるっていうのが経営学でしてどっちかというとこれスティーブ・ジョブズっていう人なんですけど、あのー、これも皆さん映ってませんけどこの方知ってる人ってあげてください。 100%、えー、全員があの知ってるわけですけれどもアップルっていう会社の、えー、経営者だったあのがスティーブ・ジョブズですけれども経営学っていうのはどっちかというとこのスティーブ・ジョブズの立場で、えーまあ、考えますというのが経営学だというわけです。なのでですね勉強する科目が経済学部と経営学部あの全く違います全く違うで、えー。例なんですけれども まあ同じ大学でこう,う企画した方がいいと思うんですけどもこちら側が神戸大学の経済学部でで教えている科目ですえ経済言論とかねまあ統計学とか計量経済学とか経済史とか金融経済学とか財政学とか産業組織論とか労働経済学とか国際貿易論とか経済学史とかこういう科目があるんですけどももし経済学部と経営学部があ大体どっ入ったらね同じこと学ぶんだっていうふうになれば。 同じ科目似たような名前の科目になるはずなんですけどもこれ見ていただいたら分かる通り経営管理とか、えー、コーポレートファイナンスとか経営戦略とか経営統計とか人的資源管理とか戦略マネジメントとか工業経営とかもう全然違うわけですこれぐらい実は経済学と経営学でやること学ぶ科目っていうのは違うんだというのがあのー、ポイントで、えー、なのでもし 経済学部に行こうか経営学部に、ま、あの行こうか迷ってる人がいてまあ経済学部行っとけば経営学のことを学べるんじゃないかというふうに思う人がいたらそれはあの入ってから後悔してしまうので、えー、ぜひえ受験する前にあのしっかりと経済学と経営学の差を認識してどっちに本当は自分は行きたいのかつまり国を対象としてその中の格差問題とかそれを是正するみたいなことをやりたいのかあるいは安倍首相の頭の中がねどういうふうな構造になっているかということを考えたいと。 いいいうこことととなのか自分は例えばいずれ会社を起こしたいと思っているとそういう時にスティーブ・ジョブズだったらどういうことを考えるかとかですね日本の偉い経営者はこれまでどういうことを考えてきたかとかですねあるいはまあ小さい会社でもいいんですね町工場の経営者っていうのはどういうことを考えているのかということをしっかりと学びたいっていう人は経営学部に来た方がより自分の学びたいことが学べるということだというわけです。でもうちょっとといくとですね あのー、よく質問されるのが経営学部と商学部って同じですか違うんですかみたいな質問もされるんです。ちなみにまああのここにいらっしゃっている方で、えー、学生の方で経営学部と商学部っていうのは違うあ同じだと思っている方手挙げてもらっていいですか。これあ,あの別に期末試験でもなんでもないんで同じか違うかまず同じだと思う人お25% えすごくすぐに計算できちゃうんですけども25ですね、えー、まあこれも結論から言いますとあの中身的には経営学部も小学部部もも同じですなので経営学部に入っても小学部に入っても勉強することは基本的に同じだと思ってください。これはもうあの経済学部に入るか経営学部に入るかの差とは全然違うぐらいあの差がありません。で じゃあ経営学とね商学って何が違うのっていうところが次に多分あの疑問として出てくると思うんですけどもえちょっとね想像してください。皆さんがね例えば会社を起こしますともう画期的な画期的な,なんかあのゲームのアプリケーションを皆さん開発しましたと。するとえどういうことを考えるかというとこれはね ちょっと株式会社とかにして会社を大きくしたいなとかあるいはあのなんですかねえっといずれは大きな会社にしたいなとかあるいはどっかにねオフィスを借りて本社ビルなんか建てたいなとかっていうふうに多分思うと思うんです。でそういう時に何をするかっていうと2つ方法があるんですけどもまず最初にあの行よくあるのは銀行からお金を借りるっていうのがあるんです。 でその銀行からお金を借りるあるいはね株式を発行して、えー、普通の人じゃないんですけどねそういう、えー、株主っていう人に株式を発行してお金を出してもらって、えー、お金を集めるっていうやり方もあるんですけどもいずれにしてもそういうふうにどうやって会社としてねお金を集めるかで借りたお金をねあるいはその調達したお金をどういうふうに運用するかっていうことを考えるというのは実はこの企業財務っていうこの経営の中にある企業財務っていう話なんです。 で借りたあ後にはそれを運用するわけなんですけども使うんですけども、えー、一方でこう例えば皆さんがね今度は逆にお金を貸した方だと思ってください例えば小川株式会社っていうのを作りたいんだともう画期的なゲームを作ったんだとだから100億円貸してくれと100億円出してくれっていうふうに皆さんに頼んだとしますで皆さんが100億円ねまあ今持ってるかどうか分かりませんけど、まあ、あの出してくれたとします でこう出した後に何を考えるかっていうとこの貸したね100億円ちゃんと使ってくれてるかなとなんかねどっかでね競馬に使ってるとかどっかねお酒のものに使ってるんじゃないかというふうにねまあちょっとねあの思ったりするじゃないですかそういう時に「いえいえ」と「ちゃんと出していただいたお金はこういうふうに使ってるんですよ」と「ビル買ってますよ」とか「商品買ってますよ」とかあるいは従業員雇ってますよとか。 いいううこととををきちんとお金を出しててくれた人に説明するっていうそういうことを、まあ、会社っていうのはしないといけなくて、あのー、その説明とか報告の仕方が会社によって違うとそのお金を出している人にとってはですねなんか一社ずつですね例えば小川株式会社はこういうふうな説明をする例えば森株式会社はこういう説明をする今村株式会社はこういう説明をする,谷口,ううをする谷口株式会社はこういう説明をするっていうふうになったらその。 報告の仕方自体を今度はね、いろいろ聞かないといけないじゃないですかそれ面倒くさいんで、どの会社も同じ形式でそのお金の使い方について報告してくださいという風になってるんですねで、そういうお金を出してくれた人にきちんとしたお金を使い方をしてますよっていうのを報告するっていうそういうのがまあ,あの財務会計っていうね、科目で勉強すると分かってくるんですねでこれまあ、あの。 東京の証券取引所っていうところに上場してる会社とかですねそういった株式市場に上場してる会社は全部同じフォーマットでお金を出してくれた人に報告するようになっていてでそれはどういうふうなフォーマットでどういう理屈になってるかっていうのを教えてくれるのがこの財務会計っていう分野なんですね。でそういう面で言うとお金をどうやって借りてきてそれをどういうふうに使うかっていうのは企業財務。 でそれをそのお金を出した人にどういうふうに報告するかっていうことを勉強するのが会計ですね。でこう会社が大きくなってくるとですね自分で何でもできなくなりますよねするとあの例えば森さんに来てもらうとか例えばだって谷口さんに来てもらうとかっていうふうに会社で働く人が増えてくるわけです。するとやっぱり自分がやりたいことを他の人にやってもらわないといけないわけですね。でそういういうにななるとこれも同じなんですけど ちゃんとね、あのこれやってっていうことやってくれてるかなとかですね。あるいは、あのー、自分がこうやってもらいたいこと、をいやいややってるんちゃうかなとかっていうことが。今度は経営者として心配になってくるんですね。そういうふうにならないために、勉強するって、ここの経営組織。っていう科目であるとか、経営管理みたいな科目なんです。で、こういうふうな、まあ、自分一人じゃなくて、複数の人間が。 あーチームににななっっってててあるいいは組織になって会社をやっていくその時に必要な知識っていうのを勉強するのはこの経営っていう分野で、えー、お金を借りた時にそれをどういうふうに、あのー、使ってるかっていうのを外に対して説明するっていうのはこの会計の分野の財務会計だったり、えー、この管理会計って何かっていうと今度は会社の中でねまあ、あのー、ゲームのアプリを作るとしたらね、えー そうですね従業員を雇うあるいはそのゲームのアプリを開発するためにパソコンを買う,うみたいなあのいろんなものを買ってこないといけないですね。で買ってきてさらにはいくらで売るみたいなことを計算しないといけなくてえいくらで売ってえいくらであのその原料を買ってきて最終的に利益がいくらになりますみたいな計算を、まあ、あの会社経営しようと思うとしないといけなくてその時のどういうふうに、えー、まあ 物を買ってきてきどういうふうにその商品を売ってどういうふうに利益を出すかっていう会社の中でそのお金をどういうふうに効率的に使うかっていうことを考えるというのが実はこの管理会計っていう分野だったりするんですね。で最後にじゃあこの「小学って何?」っていうことなんですけども小学のののいうのは秋内のなんですつまり今の話でいうとゲームのアプリを作りましたと。これね あのそのままだったら会社潰れるんです、まあ。当たり前ですよね。誰かが買ってくれて初めてあのまあ、会社としては利益が上がってまあ今日明日明後日っていうふうに、えー、ずっとこう経営できるようになるわけで、自分の会社の外の人に自分たちが作った商品をいかに届けるかということをあのベースに考えてるのはこの商学商内に関するものでその商内に関する えアイディアとか商品の流れを考えるのがマーケティングか流通でその商いに関するお金の流れを考えるというのは金融で商いに関する物の,の流れを考えるのが交通でそれをもうちょっとねあの日本の中だけじゃなくて国の一つの国だけじゃなくて他の国との関係を考えるというのはこの貿易なんです。だから経営学部と商学部厳密に言うと商学と経営学は違うんです。学っていうのは なんかこう自分の商品を自分の会社の外の人に提供してお金をこう回収するこの誰かとの関係っていうことを扱うのは小学なんですけれども経営学っていうのはどっちかというと自分の会社の中のいろんな人と上手にやっていくっていうそういうやり方を勉強するのはこの経営なんですね。で、えー、じゃあ経営学部と小学部ね、あのー、どういうふうに考えるのかっていうと。 経営っていうだけ考えるとこんだけなんですけどこの「奨学」っていうのはそれでいうとここだけなんですね。でこの「経営」とか「会計」とか「奨学」っていうのは全部会社の経営全体を扱うっていうふうに考えると商学部っていうよりも経営学部って言っていた方がどっちかというと広い範囲を扱えるので、えー、経営学部というふうに名前を付けてるところが多いということなんですね。 でまあ、経営とか会計とか小学とかね勉強の分野があってあの大学によってねその強い分野があるんですあの小学が強い大学とか会計が強い大学とか経営が強い大学とかあるんで、えーまあ、小学が強い大学なんかは小学部って名前つけるだろうし経営学が強いっていうかここ経営のところが強い大学なんかは経営学部ってつけてるだけで入ってしまえば、あのー、やってることは同じだと。 思ってくださいといとうわけですでこれは何かっていうとこれはちょっと宣伝なんですけどあの例えば経営学部で勉強するマーケティングなんかはどういうふうに勉強するかっていうのを知りたければね今の結構コンテンツっていうのは YouTube とかニコニコ動画とかで無料で配信されているので、えー、是非そういうのを見ていただいたらいいと思うんですけども例えば僕の場合も YouTube で小川進のマーケティング基礎っていうのを5回あのー シリーズでしゃってまして大学で教えてるのと同じように喋っているのでもし経営学部に行ってマーケティングを勉強するんだったらどういうふうな学び方をするのかということを知りたい人はこういう youtube を見てもらったらいいかなというふうに思ってますこれが最初の経営学部と経済学部の違いは何かということについてのお話になります